はい、それでは次ですね、1.2節逆行列の計算に参ります。で、ここではまず列ブロックを並べた行列というのを考えます。今ですね、A は、M 行 N 列の行列、それから B を M 行 L 列の行列としたときに、これ両方行数は等しいんですね。行数は等しいんですけど、この行数の等しい行列を並べて、で作った行列をこんなふうに、括弧の A 縦棒 B というふうにして表します。まあ、これは書き方のルールですね。で、大事なことはこっちです。こちらです。この命題です。教科書ですと、すいません、ページ数が入ってないですが、43ページですね。もし、この A ですね、N 次正方行列の A が正則のときに、この A とですね、N 次の単位行列をまず並べて行列を作ると。で、それに対して行変形を行った結果、もし、この A がですね、単位行列になって、で同じ変形をやったら、右側の単位行列の部分が B っていう行列に等しくなったとしましょう。そうしたときに、実はこの B っていうのは A の逆行列になってますよっていうのがこの命題です。ですので、これから何が分かるかっていうと、その A の逆行列を求める手っ取り早い方法ですね。こんなふうに左側に A、右側に単位行列を並べた行列を作って、で同時に行変形を進めていきます。で、どういう行変形を進めていくかっていうと、この A の部分が単位行列に等しくなるような行変形を進めていきます。それで A の部分が単位行列になったときに、じゃあ右半分どうなってますかっていうと、この右半分が実は A の逆行列になってますよっていうのがこの命題です。だからこういう形で、A と単位行列を並べて行変形を行うことで、A の逆行列をお手軽に求めることができるという方法です。はい、で、このですね、具体的な計算についてはちょっと今日は時間がありませんので、これも水曜日の金久保先生の演習の授業に委ねたいと思いますので、そちらの方でぜひ実際で自分で手を動かして計算していってほしいと思います。よろしいでしょうか。はい、ということで、今回のまとめですけれども、今回はそうですね、ちょっとこれまとめのところに書き忘れましたが、行列のブロック分割、それから正則行列と、あと連立一次方程式と行列ということで、行列の基本変形、それから逆行列の計算について説明しました。次回は、連立一次方程式のということで、今回のその行列の変形や基本行列の変形を使った、その連立一次方程式の解法ですとか、それから政治連立一次方程式といったものを扱っていきたいと思います。場所はセクション2.3全体ですので、必要な人は予習をしておいてください。はい、というわけで今日の講義はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。